86へ熱い思いをたぎらせる奴らと走りたい。そんな土屋の願いが叶ったスペシャルバトル、結果は3位惨敗。プロとしてもう負けは許されない。そこまで土屋を駆り立てる86へのこだわりとは。俺の中でやっぱり前のあの別冊で86に乗った時に、この車をねじ伏せられたらすげえなって思ったしね。だからやっぱり GT 選手権のスープラとかルマンの TS020 ってのはもうなんかあれに乗ったから偉いっていうのにはなんないんだよね。俺の中で車をねじ伏せるのはやっぱり人間じゃなきゃいけないと思ったら86だったっていうことかな。まあ、この車ってすげえやと思ったよ。何がすげえって言ったらやっぱりドライバーに求めてくるものがほとんどなんだよね。そのサスペンションだったりブレーキだったり空力だったりじゃないんだよ、あの車って。今我々が乗ってる車、レーシングカーっていうのはもう本当に出来上がって人間誰が乗っても変わんないんだよ、タイムって。でも86っていう車は誰が乗ってもじゃないんだよね。その人間が乗らないとタイムが出ないんだよ。だからね、俺まだもっともっとレーシングドライバーやりたいと思ってるしね、続けたいし、そのために86ってね、ドライバーを磨くね。 AE 86ホットバージョンカップ、86の強者が再び筑波に集まった。究極の86を見ていく上で欠かせないのがプライベーターの存在。お金はないが彼らの作るマシンは見事な仕上がりを見せる。そこで本物の N286 を手掛けた男、桜井氏とマシンチェック。トップバッターは杉林健一。前回のバトル中、なんとハブごとタイヤがもげるハプニングに見舞われちまった。あれから8ヶ月、友達と車作りをやり直し、ホームコースまででもしっかり走り込み、リベンジに燃えに燃えている。まずは、杉林選手の、マシンですけれども、エンジンなんかやっぱ9人が多いですね。9人後期のこれ15インチの15、タイヤ15ですね。うち14ですけど、ポイントはですね、はい、まあ、フロントのアーム延長とかも売ってるんですけど、盗聴、うん、リンク、まあ、盗聴入ってます、ね、ワットリンク、はい、効果的にはどんな効果を考えてるの？効果はやっぱトラクションが増えるんじゃないかと。当たりですか？当たりですなんでうちのやんないの？結局あの時間的に追われてるもんで。時間的に、これワットリンクっていうのはこのデフのそこのジュラルミンの中と、これはどういうもんなんですか、桜井さん。これはコーナーのとこの横にずれるのを防いでるんですね。聞きますか、うちのやってないですけども、プライベートでここまでやれるっていうのはすごいと思います。すごいですよね。前回の覇者亀田は27歳、実家の修理工場で働く。お金がかからないようにエンジン作りを独学でお勉強なさいましてね、解体屋から仕入れた8号を夜な夜な仕上げているんだって。ディフェンディングチャンピオンとして今回も土屋の前に立ちはだかるべく、寝る時間も惜しまない熱血プライベーターなのよ。打倒亀田号ということで、うちも頑張ってますけど。早いんだよ、これが。で早いんですけど、ミッションノーマル、ファイナルノーマル、ブレーキローターノーマル、信じられないですね。結構これやったら僕でも、ね、真似できそうかななんて思っちゃったりしますけどね。盗聴リンクもやってない。変わってるって言ったらこの外観のリアウィングだけですよ。変わってる。あとはタイヤの15インチか、15インチか、ね、そうですね、はい、あディフェザーがついてますよ、これね。ほらでも昔に比べると綺麗ですね、結構綺麗ですよね、出来上がりが。俺なんかプライベーターらしくていいんじゃないですか。そうですね、はい、いやだね。3人目は川瀬秀樹。友達の亀田と車を作り、今回が初エントリー。ドリフト野郎だった彼は土屋圭一と一緒に走れる夢を叶えるべく必死。さあ続いて川瀬号ですけども、駆動系ミッションノーマル、ファイナルだけ書いてますね、タイヤは、あ、うちと一緒ですね、14インチです。カメですね。ブレーキはあんま変わんないでしょ。キャリパーローターノーマルですから、盗聴リングもなしだし、これオーソドックスな作りですよね。そうですね、骨抜きですよね。危ないです。ねえ、ねえ、こんな骨抜くんだったら
なんか他の買ってきた方が安いんじゃない？安いし軽いし。あ、ちょっと俺これ着たいんですけど。これ。これね。MDI。はい。これはどういう効果がある？高回転にはいいと思いますよ。まあ、じゃあ8000ぐらい、8000、9000のパワーはいいぞ。うん、うちはなんでやんないんですか？うちはちゃんといい火花なんですか？あ、いい火花。大丈夫です。ありがとうございました。お家から秩父まで片道2時間をかけて通勤している86野郎友田直樹、その熱き思いが変われ仕事が終われば泊まり込みの車いじりが社長から許されていらっしゃる。何が何でも土屋圭一とライバルの亀田に勝つしかないざます。さあ続いては友田も、はい、これもやっぱり自分で全部やってるんですか？チューニングは。あ、そうです、全てやってます。エンジンはまあこんな感じ、急に後期のですよね。ファイナル 3.7 ミッションルート6。下さんあれですよ、1、2、3、4、5、へそ曲がりなんこういうシフトパターンなもんで。でもこれ馬力は結構出てますね。馬力だって8600で228です。曲げてますね。曲げようと思って。これも効いてますね。結構効きますね。うちの見てください、素晴らしいの効いてますから。楽しみですねなんでこれロールバーないの？重たい。これすっきりしてていいんだけど。でも乗るはないと危ないですよ。危ないですね。ねえ、なんかあった場合人を守るためにあるんですか。これは電圧ですかね。そうですね。これまあ直線だった。ダイレクトに。わかりやすいですね。もうこれガソリン臭くなった瞬間にもう逃げてないと危ないでしょこれ。機関銃撃ち込まれたんじゃないかっていうぐらいなんかリベットが。すごいですけど、これどうなんですか桜井さん、このリベットの効果というのは。剛性結構上がると思います。ブロワー周り人それぞれ違いますね、やることがね。そうですね、全部ね、皆さん。そしてショップからは長谷エントリー組の3台を超えた計5台が参加してまいった。打倒土屋圭一、そして打倒 TRD をも狙っている。内堀自動車は昨年マゼで行われた86世界戦1位というタイトルを得てエントリー。車作りのノウハウも豊富。ワットリンクを杉林に伝授したのもここ。エンジンは珍しいキャブインジェクション仕様。どれだけ勝負できるか挑んでみたいと思います。長野の CPO86 は昨年の86世界戦で3位をゲットしたマシン。134のパーツを流用した足回りに亀田号と同じ15インチの幅広タイヤを装着。エンジンは FCR キャブで武装された 1720cc。 ちょっとでもついていけるように頑張ります。ロードスターで有名な RS 相沢が86を仕上げてきた。外観こそ亀田号と同じブラックだが、スポーツインジェクション仕様の101エンジンを得意のモーテックで制御する。事前にテスト走行ができなかったが、気合は群抜に入っております。今回徹底的に軽量化してきて、パワーの方もある程度出てるエンジンなので、あとは谷口君に全て任せて頑張ってまいりたいと思います。 SS ワークスは前回エンジンをブローさせた苦い思いをバネにして、空力と軽量化、さらにエンジンを回し切ることに磨きをかけてやってきた。クランクの揺れを防ぐブロックラダーフレームやチタンパーツなど新開発の製品をリリースしてくれるところもさすがはショップ。まあドライバーが川崎さんなんで、まあなんとかなるかと思います。サンデーレーサーの鏡といえばテクノプロ社長の熊倉氏。86は走り込みが重要ってわけで、時間を見つけてはホームグラウンドを攻めまくりまくる。しかし宿敵亀田がリアウィングをつけてすごいタイムを出したと知るや、たった一晩で全ての空力パーツを取り付けてしまった。中間で濃いと言われる FCR キャブに MDI を装着しパワーアップにも成功。四十になってもここまで86に熱くなれる野郎は少ない。見習うべきセニオールおじさん。とりあえず今回も順位はともあれ土屋さんの前を走りたいと思います。そのためにスーツを新調してきました。さてこちらは筑波で事前テストを行った土屋 TRD 号。この日のメニューはライバルたちに合わせダンロップタイヤを選んだことによるセットアップが中心。
しかし悩みのオーバーステアは依然消えませず、この日居合わせた亀田号とはコンマ4秒の差をつけられちまった。オーバー対策で装着したリアウイングが効いていたのよ。このことがあっという間にライバルたちの耳に入り、リアウイングは大流行り、当日集まってみればほぼ全員がリアウイング付きとなっていた。さあ、それでは皆さんの86見てまいりましたけれどもね。はい、そうですね、私の86、仕様をですねちょっとご説明したいなと。はい、そうですね、初登場、そうですね、ホットバージョン初登場、彼らのすごいですよ。なんかすごいですね、全部ね、いろいろやってありますね、考えてますね。もっとすごいとこありますから。今回はですね、このチンスポ、これで、フロントのアンダーを消そうと、侵入の。結構皆さんの見ると、こうついてるじゃないですか。これはいいんですよ、うちはね、桜さん。せTRD で売ってないこれ。いや、ね、これは試作で次から売ろうかななんてね。そうですね、ホイールもなんか軽そうなのに、まあ前回重たかったもんですからね、まあ、そういうことなんですけどもね。ここがミソですね。これが TRD の見解としては、これ今 GT 選手権でみんなついてますよね、ハイマウントウィング、あれつけると間違いなく効くんですよ、ダウンフォースを得て。でタイヤをこう潰してくれて、設置面積を出すと、つけますこれからそう、ここ知りたいんですけど、この横につくっていうのはなんかメリットはどういうこと。いや、悪あがきですね、下品になってかっこ悪いからこれでいこうと、ね、横の風を抑えるってことです。横の風、意外とこのバランスが前のチンスポとバランス取れてる。基本的に足回りはもうストリート号とはあんまり変わんない。変わんないですよ、変わんないです。だってスプリングぶった切っちゃうんだから。あとこのペダルがすごいですね、これはね、これは GT の余ったやつけたらいいですか。あ、余ったやつストローク、クラッチですよ、クラッチの十分ですよね。切れればいいんですよ、これしかないんです。スタートできるんですよ、これは。できますよ、クラッチ切れればいいんです、この踏みしろとかっていうのはちゃんと分かるんですか。分かるよね、感覚で。これだけあればいいんだもんだもんね、はい、繋がればいいんだもん、これは一瞬少なく繋がりよく。スタートは決められますか。いや、失敗ですよスタートなんかどうでもいいですよそれエンジンでは見てみましょう。あ、これは発売になったんですか。これは発売になりました、発売になって、もう完売しました。完売、そうですよ、あれ、これは要はドライサンプル。そうですね、本当にキャブのがパワー出るんですよね。パドン、接点がしやすいですね、キャブの方が。マスターバックがないのは結構ブレーキって重いんだ。ノーマルの86から比べたらやっぱり、もう動力は必要ですよ。すごい必要です。ない方がやっぱコントロールが効きますからね、しやすいんですか。ええ、キャンバーついてる車ありましたね、リアね。リアキャンバーついてだからね、フォーシングぶった切ってこうまた溶接したんだよね、フォーシングを。ということで、まあ昔の当時のまま、桜井さんは作って、でこの間のバトルをしてみて、ちょっと足りない部分をやったと、こういうことですね。さあ今日どうですかね。今日ですか、ぶっちぎりですよ。本当に大丈夫です。大丈夫ですよね、大丈夫です、大丈夫ですよ。まあでも決まって、決まれば。15分間のタイムアタックが始まった。事前に測った車重を見ると、 TRD 号は9番目の重さ、一番軽い SS ワークスの差はなんと108キロもあるんだわ。真っ先にコースインしたのは牛堀号。筑波を走るのは6年ぶりのため、少しでも早くイメージを呼び戻したい作戦らしいや。空力パーツに頼らない牛堀号、まずは4秒台をマーク。 SS ワークスの様子がおかしい。川崎アタックせずにピットイン。エンジンがね、もう5000から上が回んないよ。ガスが薄いためメインジェットの交換に入った。土屋はニュータイヤをしっかりウォームアップ。これに引っかかったのがテクノプロ号。これは仕方ないわな。アタックに入った CPO を小泉号。過去ベストは1分6秒10。
絞り号同様小泉号も筑波の経験が少ないため探りながらのドライビング。タイムは1分4秒805。現在2番手。筑波の経験が少ないといえば前回タイヤの取れた杉林も同じよ。ストレートでうまくスリップを使うおつもり。しかし川瀬号突然のスローダウン。どうした川瀬、ピンチなのか。次の週杉林が小泉号に追いついた。さあタイムはどうか。やったぜ、3秒台に1番乗り。一方川瀬は吹けないエンジンで6秒台がやっと。ここまでのトップは杉林。さあこうなるとテクノプロも黙っちゃいない。クリアラップでアタックに入った。そしてタイムは気温が37度に上がる中過去ベストを更新。共にプライベートはライバル同士の友田と亀田がすでにバトルモードでアタックを展開。亀田の過去ベストは1分1秒929。さあどうだ。タイムは共に2秒台。亀田が1分リード。2周のウォームアップ後ドリドリがアタックに入った。しかしアクセルを入れるとリアが跳ねる症状が発生。こいつはいただけない。ここまでのトップは亀田の2秒391。ドリキンプロのメンツを保てるのか。タイムは届かず。さてカチカチ状態は RS 相沢号。谷口は無事か。この直後亀田がオイルに乗ってコースアウト。すぐ後ろのドリキンは素早く気づいて無事通過。しかし裏のストレートでは内堀号がスローダウン。立て続けに起こったトラブルによりタイムアタックはここで終了。よくわかんないですけどね、とりあえず最初コースインした時からタコメーターがね、なんかまともに動かなかったんですよ。これプラ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 してて。コース上のオイル処理のため各社ピットで待機。あれちゃうね、後ろダンパーをちょっと弱く。オイルがすごいな。オイルがグリッドはここまでのタイムで決定。各社の状態も様々のご様子。すごいリアッパネ、いやリアッパネ最高。あちょっとインジェクションの燃料ポンプが壊れちゃって今日は痛いです。待ってるぜ再チャレンジ。グリッドにたどり着けたのは8台。土屋 TRD 号のリアが跳ねる症状は収まってくれるのか。さあついに決戦の時が来た。真夏の10ラップバトルスタート。好ダッシュを決めたのはトップのカメラ号。土屋はスタートが苦手だと言っていた友田号をパース。テクノプロの次で1コーナーへ。ではリプレイで見てみましょうね。さすがは土屋、スタートをうまーく決めてきた。しかしこの親父も負けちゃいねえ。土屋は3番手。なんだ、亀田号から出てきた小石がテクノプロ号のガラス直撃。コースアウトした時の石が残っていたのだ。テクノ号ついてねえやい。これで亀田号と土屋の間が空いた。後方からは川崎 SS ワークスがどこまで行けるかお楽しみ。スタートで出遅れた友田号は現在4番手。その前には絶好調の杉林。さあ2台のプライベーターを引き連れて土屋 TRD 号逃げ切れるかよ。
林のマシンが伸びる。恐るべしプライベーター、これぞまさしく86バトル。さあバトルは2周目。4位の友田が杉林を射程圏内に捉えた。15インチでも幅の細いタイヤの杉林、コーナーで踏ん張れまひん。シフィオの小泉号も予選よりタイムを上げてきた。4、こちらはランダーと川瀬号のバトル。でも2台とも絶不調、吹けない症状は治ってないじゃん。トップ亀田になんとか食らいつく土屋 TRD 号。でも後ろから友田が追ってくる。3周目の1コーナー、早めのアクセルオンができない土屋に友田が急接近。でも3速じゃ吹けねえってば友田君。バッテン瞬時にクラッチをけたくるなんざさすがだわさ。友田号とちょいと離れて少し安心ドリドリ。しかしまだ羽は治っていないため、アクセル操作で曲げることは厳しいわ。友田シフトミス。またまた安心ドリドリ。しかし最終コーナーは友田号が断然早い。実はこの友田、撮影直前になりましてインテークのカームを320度にチェンジ。下では吹けないが高回転では伸びるしようとしておった。今のところこの作戦が成功しているよういいよ。そして迎えた第2ヘアピン。友田号が遠慮気味にも土屋 TRD 号のインを刺す。友田嬉しい瞬間。やってくれるぜ、こんちくしゅう。野獣と化した川瀬に迫る勢いのトップ集団。土屋を制した友田の次なるターゲットは宿敵亀田。野獣川瀬ジ・エンド。姿勢を乱すトップ亀田。どうやらブローバイから出る自分のオイルに乗って思うように走れないらしい。
SS ワークス前回に続いてリタイア。走るくプライベーターとして常にライバルの2人、しかし前を行くのはいつも亀田だった。でも今は友田にチャンス到来。こいつは熱くならずにいられない。バリバリ土屋 TRD 号をリアの羽に加えて、今度はブレーキトラブル発生。トップの2台は相変わらずの接近戦を展開。亀田号から吹き出るオイルの量が増えてきたぞい。こうなるとぴったりとマークしている友田にもリスクが増える。さあライバル同士決着をつけてくれやり。そして1コーナー、ついに友田が亀田を制した。一方3位の土屋 TRD 号はポジションキープが精一杯の走り。第1回ホットバージョンカップの王者は友田に決定。土屋は絶えずオーバーステアに苦しみながら、またしても3番手に終わった。これで2戦続けてプライベーターの後陣を排した土屋 TRD 号。果たしてこの先はどうなる。昨日が全然ダメだったね。なんかね、タイヤのコンパウンドが違うぐらい滑って、エアーが足んないような、そういう腰砕けの動きでどこでもオーバーステアで、まあでも彼らの車はね、煮詰まってる。嬉しいっす、それだけ。真面目に嬉しい。ありがとうございました。以上です。1コーナーに佇んでる時はもう今日はもらったと思ったら、それになんかちょっとあれがありました、罠が。負けちゃいましたね。残念ですね。負けちゃいましたね。皆さんありがとうございます。勝てるって言ってたじゃない。今タイヤ、ニュータイヤにして、うまくいくかなと思ったんですけど、やっぱりダメでしたね。ダメでしたね。エアがね、エアが抜けてるような、そういうコンパのが違ってたんじゃないですかね。で、どうですか、あの勝った友田と2番手の亀田。結構早いですね。いい走りしてますね。いいエンジンですね。この車はもう一回、もう一回、もう一回アタック。どうぞ。出た。皆さん、ま、走るじゃないですかね。またどうしたら。いや、なんとか。なんとか。頑張りましょう。次はリアウィングですね。そうですね。やるんですか。ええ、格好は気にしないことにした。で、ところでですね、友田君、君は非常によく頑張った。はい。おろ。おお。どうしたんですか、まあ、打ち合わせでなかったじゃないですか。あのミスもしないしね、じっくり見るところは見るし、これはまともにちゃんと走ってましたよ。でね、亀田号上手くなったね。ラインがね、なんちゃってラインじゃないないんですか、うん、お学習能力がある。考えて走ってますよということで、桜井さんも、おっしゃいましたことですし、これはですね、リベンジ決定。これは勝つまでやる。一時代を築き終えたマシンをプライベーターが蘇らせ、それを支援する形でショップも参加。そして今、海の親である TRD までもが動き始めてくれた。これだけ多くの人間を熱くさせる車、それが86。ホットバージョンではそんな熱い86野郎の登場を待っている。